どうも、じゃあ篠原です。今回は、日本大学に合格した愛くんにお話を伺いたいと思いますということで、よろしくお願いします。はい、どうも愛です。日本大学法学部に合格しました。はい、僕はそうですね、日本大学最初は E 判定だったんですけど、うん、見事法学部に合格することができました。まず、まあ、自分が頑張れた秘訣についてお話ししたいんですけれども、うん、まず、まず3教科ということで、うん、自分の進学したい、うん、学部の、まず赤本の問題を一通り解いてみて、うん、自分の実力を、まず知るっていうことが大事だと思います。だからまず進学したい学校の赤本買うっていうことは、特に私立大学はまあ必須だと思います。あともう一つは、結構私立大学の人にとっては意外だと思うんですけど、センター試験の問題を解くっていうことです。あ、はいはい、センター試験っていうのは、1年間かけて本当に模試なんか作ってるよりも、作ってる人よりもだいぶ偉い人たちが作って、うん、まあ多分日本で一番、まあ、いい問題だと思うんですね。うん、だからそういう基礎問題、うん、日本で一番いい基礎問題の問題をするっていうことは、多分どの問題にも対応できると思うし、うん、結構上位の大学受かる人ってセンター試験の問題の勉強しなくても多分できると思うんですよね、大体の問題は。ああ、そうかな。まあ、まあまあ、まあ大体は、うん、っていうぐらいの、だからまずはセンター試験の問題から入るっていうことも、はいはい、大事だと思います。あ、なるほど。はい、11月の模試の段階で E 判定だったじゃないですか。はい、うん、でそこから逆転するって結構その無茶というか、頑張ったことがいろいろあると思うんですけど、はい、じゃあ頑張ったのはやっぱり過去問とセンター試験という感じですか。そうですね、まあ僕自身ちょっとセンター試験は、うん、失敗してしまった過去もあるんですけど、うんうん、まあでもそうですね、はい、あ、なるほど。とりあえずはまずセンター試験の問題することによって、うん、はい、身についた力っていうのは大きいと思います。あ、なるほど。あ、わかりました。やっぱりじゃあセンターは大事っていう感じですかね。そうですね、はい、あ、なるほど、わかりました。なんか確か僕が一回電話相談したと思うんですけど、いつ頃でしたっけ。はい、だいぶ前ですよね多分。そうですね、最後が12月ぐらい、12月の頭ぐらいだったと思います。ですよね。一番最初っていつ頃でしたっけ。はい、去年の今頃ぐらいかな。いや、5月ぐらいだったと思いますね、去年の。はい、あ、5月ぐらいか。5月ぐらいから電話して、あ、本当だ、5月の15日ですね。5月ぐらいに電話して、はい、どうでしたか。はい、まあ、うん、まず、うん、その勉強に対して、うんうん、まあ熱が半ばというか、うん、そんなに真剣に、うん、まだ取り組めてなかったし、基礎とかも全然、うんうん、まあ、ついてなかった時代だったんで、うん、まあその自分が大学を受かるか不安だった時期ですよね。まあそれで、まあ、たまたま YouTube で篠原さんの動画を、うん、まあ、見つけさせていただいて、うん、で、まあ、連絡させていただいたっていう感じですかね。うん、はい、なるほど。電話相談を受けてよかったですか。そうですね、はい、メリットの方が大きかったと思います。あ、本当ですか。逆になんかデメリットというか、はい、これちょっとどうにかしてほしいってありますか。まあこういう電話相談に、うん、まあ、あることの、まあ、のデメリット、大きいデメリットだと思うんですけど、うんうん、まあ、結局どんなアドバイスをもらってもそのやるのって自分じゃないですか。あ、はいはいはい、監督してくれる人がいないので、うん、やっぱりその、なんていうんですかね、自分がこうもしかすると間違った勉強法をしているかもしれないじゃないですか。うんうん、でもそれをこれでいいのかなっていう風なので、なんかどんどん進んでしまって、なんか間違った方向に行くかもしれないっていうものがあったりとかして、だからまあ、はい、たまにその篠原さんに LINE して、こういう勉強法で大丈夫ですかっていうのを、まあ、はい、お聞きしたと思うんですけど、っていうデメリットがありますね。まあ、結局はその、うん、自分なんでやるのが、はい、っていうのが普通の、まあ、塾とか、うん、予備校等々とは違うところかなっていうのは、はい、思いますね。なるほど。まあ、実はそこ僕も改善して今は継続でやってるんですけどね。はい、はい、まあ
わかりました。まあ、ちょっとアイクの場合は、はい、E判定から逆転してくれたっていうことで、まあ良かった面もあると思うんですけど、やっぱりもともとはマーチ行きたかったっていう部分もあるんですよね、はい、やっぱりね、はい、はい、でまあちょっとそこまで僕の力で押し上げることができなくてちょっとごめんねっていう、いやいや、はい、はい、ところなんですけど、まあぜひ大学でも一生懸命勉強していただいて、はい、まあ、世の中の役に立つ人材になってほしいなって思います、はい、ということで、はい、今回は、愛くんにお話を伺いました。ぜひ、皆さん、日本大学とか、マーチとか、知り続ける人はぜひセンターも重視して勉強してみてください。ということで、はい、今回の動画はこれで以上です。ご視聴ありがとうございました、はい、ありがとうございました。